こんにちは。広島市西区のピアノ教室、音符ビツリトミック教室の久保博恵です。私の教室では0歳児さんのリトミックから大人の方までのピアノの生徒さんまで幅広い年齢層の方が通っていらっしゃいます。楽しく続けていきながら生涯にわたってピアノや音楽に親しんでいけるようになってほしいと願ってレッスンしています。親子2代で通われている方もいらっしゃいます。ただいまリトミック教室とピアノ教室では生徒さんを募集中です。ぜひお気軽にお問い合わせください。